いや、バットかもしれん。こっちが正解やと思う。石丸勝が正解やと思うけど。彼女もここに刻まれるべき犠牲者だ。いや、私はここに岡山智子って書くことで、あの人が成敗するんじゃないかなっていう。あ、誰だそいつ。お前の起こした火事で旦那とガキを失って、火事の真相を暴こうとしてお前の親父に殺された女の名前だ。だからなんだ。あ、いや、このさ、一緒におるやつらが、そう、この一緒くたになってるやつらが、いや、こいつが犯人なんかいやってなって、内部分裂みたいなのを起こすんじゃないのかっていう。僕の中に知らない奴が。なんだお前は。来たわ。殺人刀先生が来た。どこかで聞いたことのある声がした。多分慰霊碑に書かれた名前に導かれた桃太郎が、時間も場所も超えて悪い鬼を退治しに来たのだろう。めっちゃこいつ意識しっかりしてるよね。石丸勝。正解やったんか。テラスを吹き抜けた風とともに、核を失った月夜鬼の姿は消えてい、でも、キュアかデストロイか、今回ないんかな？いつもさ、キュアやったら画面真っ白になるし、デストロイやったら真っ赤っかになるけど、どっちもなかったね。風の音に紛れて大勢の人間の感謝の声が聞こえたような気がする。ママはやっぱり桃太郎さんだね。その中には自慢げに母親を誇る子供の声も混ざっていた。なんかラストバトルっぽいしね。なんか特殊やったもん、いろいろ。ないのかな？デストロイとキュア。まがまがしい赤い月が消え、空は穏やかな夜の光景を取り戻した。で、これどうなんねやろね。肝心の核や出てきてないからな。その顔、呪いは消えたようだね。今回も助かったみたいだ。月読み鬼が消えたあたりを見たが、そこに血だまりは残っていない。アミは取り戻したんだ、当然か。血といえばあの時確か。刀で月読み鬼を切り裂き、血が降りかかった時のことを思い出す。あの時に一瞬見えた光景は、弥勒邸の屋根裏部屋だった。なんで弥勒邸なんだ。確かめておいた方がいいな。服についた血の跡を触ると意識を集中する。いやー、見事なもんだよね。最初に聞こえてきたのは若い男の声だった。これは放火犯、石丸勝の声だ。見てて惚れ惚れしちゃうよ、まったく。僕もやばい橋を渡ってガキをさらってきた甲斐があったってもんだ。おい、勝くん。見るのは許可してやったが、つまらんことを言うなら帰りたまえ。白いサムエを着た男が冷たい声で答えた。こちらの声も聞き覚えがある。人形に改造される少女といい、童話作家の弥勒やくもに違いない。そんなこと言うなよ、弥勒おじさん。
あんたさ、僕のパパの力がなきゃ今頃捕まってるよね。ああ、のぼるさんには重々感謝している。石丸の家の協力があるからこそ、お役目を続けることができた。名護市の儀とかいう儀式だっけ？なんか小難しいね。略して NG でいい。名護市の儀の NG。いかにも子供の好みそうな言い回しだな。マサラ君、あまりかぐや人形の興味を引くようなことは言わんでくれよ。今は封印が緩んでいる時期だ。こちらに聞き耳を立てているかもしれん。それは怖いね。じゃあ早速その遊び相手を完成させてやらないとな。ん？おじさんこれなんだい？あ、そいつか。単なるガラクタだ。魅力の血を継ぐ者は私が最後だからな。よくわかんないけど、おじさん枯れてるね。そう見えるかもな。事故で手の力を失って以来、人並みの幸せを得るのは諦めたよ。手の力？なんだいそれ。私の両手にはそれぞれ特別な力があった。注ぐ力とそれとは別の力だ。私は注ぐ力でその人形に霊的な力を注ぎ、捧げていたのだよ。もしかしてさ、その注ぐ力を失っちゃったせいで、ガキを殺して人形にし始めたのかい？信じるかどうかは君次第だがね。こんなとこに出入りしてたからこいつ、かぐやに目かけられたんかな？目つけられたんかな？それよりマサルくん、君の方はどうなんだ？え？どうって？結婚して幸せな家庭を作ることだよ。子供ができたら、のぼるさんもきっと喜ぶ。そうだね。天国のママも喜んでくれるか。君はまだ陽子さんのことを。そんなの当然だろ。金しかくれないパパと違って、ママは僕をちゃんと愛してくれた。ママは僕のすべてさ、今でもずっと。僕はいつだってママがいたあの頃に戻りたいと思ってる。そうか。石丸の異様な怒りの様子に、弥勒は作業の手を止め、眉を潜めた。戻れたらいいな、君の望む過去に。そういやおじさん、怖いおとぎ話なんて書いてるってことは、オカルトにも詳しいんだよね。どうかしたのか。あのさ、聞きたいことがあるんだけど。つくよみお兄さんってやつのこと教えてくれない？んでやったんかな。放火犯の石丸が少女を誘拐し、それを弥勒やくもが人形に改造していた。昨日、クロウサギで見つけて読んだ名護市の儀の内容と合っている。それに石丸が手にしたあの妙な人形。あれは。俺が弥勒邸で拾ったものだ。ライト、真面目な顔してどうかしたのか？いや、なんでもない。俺の頭の中でもまだしっかりと情報を整理できていなかった。こんな状態では説明できそうにない。さてと、ドタバタして大変やったやろうけど、一休みすんのは後にしてや。さっさと撤収するで。不法侵入バレんうちにな。警備員さんに迎えに来てもらいたいわ、怖いから。また変な場所行ったりせんやろな。役員じゃない方のエレベーター乗ったらどう？あっちは正常でしょ。時を遡る現象の原因がつくよみ鬼だったとしたら、もうあの火災現場に導かれることもないはずだ。
1のボタンを押すとエレベーターは静かに動き始めた。あ、着いた。エレベーターは無事1階へとたどり着いた。無事に戻ってこられたね。ほら、のんびりしてる暇ないで。さっさと行かんかい。大上に追い立てられるようにしてムーンタワーを後にした。ここまで来ればええやろ。木島も天の目もお疲れさん。やれやれ、冗談抜きで疲れたな。泥のように眠っちまいたいよ。おや、難しい顔してどうかしたのかい。まあ、格屋の方はまだね、片付いてないもんね。結局、俺たちの前に現れたあの月夜には何だったんだ。なんか漠然とした質問だね。あれは火災で死んだ人の霊の集合体だろう。それはわかるんだけど、つくよみお兄さんの儀式自体はもっと前からあったんだろう。そいつは別にデパート火災と関係ないよな。確かにそうだね。僕たちがさっき相手にしたのはつくよみお兄さんなのかどうか、君はそこが気になるわけだ。俺たちはそもそもつくよみお兄さんを呼ぶつもりだったんだ。そしたらあいつが出てきやがった。まず事実を整理しようか。放火犯の石丸勝は人間を燃やして月読みお兄さんを呼び出そうとした。奴の願い事は死んだ母親の蘇生だ。オカルトめいた話だけどね。けど石丸勝の母親、住井の石丸会長の嫁は死んだままや。住井を調べた時それは確認しとる。つまり月読みお兄さんへの願い事は叶わなかったってことか。そういうこっちゃな。ここからは僕の想像だけど、願いは叶ったのかもしれないよ。ただし、その願い事の主は石丸ではなかった。じゃあ誰だよ。石丸に殺された犠牲者たちさ。石丸一人の声より犠牲者24人の声の方が大きいだろう。あの極限状態で彼らの願うことはもちろん決まっている。死にたくないか。そういうこと。その願いを月読みお兄さんが屈折した形で叶えた結果が、僕たちの前に姿を現した月読みお兄なんじゃないかな。じゃあ願い事が叶うっていう月読みお兄さんの噂は正しかったのか。その想像が正しければそうなるね。もちろん月読みお兄は単なる恨みの集合体で、月読みお兄さんとは無関係かもしれない。その場合はあの火災現場で誰の願いも叶わなかったことになる。その場合は月読みお兄さんの噂は嘘だったってことだな。それでもオカルト信奉者はこう言って否定するだろうけどね。燃やすものの価値が足りなかったからだってさ。結局人は自分の信じたいものを信じて生きるということだろう。世の中には正解なんてないものばかりだ。そろそろ解散しよっか。未成年が出歩いてええ時間やないしな。いろいろ助かったよ大江。おや、生意気なあんたにしては素直やな。これぐらいにしとこうか。まんざらでもなさそうやな。そういや木島、アミちゃんの検査はどうやった？そっか、言いそびれてたっけな。明日まで精密検査することになった。脳波に少し異常があったらしい。うん、早く夏美さんもようなって日常を取り戻してくれたらええんやけど。夏美さんの昏睡の原因が格屋の呪いのせいなら、奴をどうにかするまで亜美の日常は戻ってこないだろう。な、うちは先に行くで。ほな、またな。大江は新座駅の方へと消えていった。僕もここで別れるとしよう。
予約したホテルが新座の駅前にあるんでね。相変わらず家出中か。まだ戻るわけにはいかないよ。今日のように君がいきなり呪われるケースがある以上はね。天の間は平然としているが、ここ数週間、俺の都合でこいつには迷惑をかけっぱなしだ。丸橋の件も含めてだ。そやな、この件が終わったら、天の間くんはさ、木島くんをやたらあの地下街の、地下街?何やったら、なんとか金網で済まっちゃったっけ?なんかそれに復帰させたがってたから、これが終わったらね、ちょっと付き合ってあげてもいいかもね。最初は巻き込みたくないと思っていたが、こいつの助けがなかったら俺は生き延びることはできなかった。いろいろと迷惑かけたね。体は立派だが常識に欠けてる君のフォローが僕の役目だしな。放っておくと危なっかしいんだ、君は。割とお互い様でしょ。小学校の時、これ小学校の時の話すんなよ。他の組の人間に誘拐されかけたお前を助けたのは誰だっけな。それを言うなら中学の時、貧乏な君にアングラマッチを紹介したのは誰だっけ。あ、アングラマッチね。金網デスマッチじゃなくてアングラマッチね。なら高校の時に、で切りないな。まったくだね。じゃあそろそろ行くよ。だからこういうのを腐れんって言うんやな。天の目は繁華街のある方へと消えていった。考えてみればここまで来るのに多くの人間に助けられてきたな。しばらく夜空を見上げながら俺は協力者たちの顔を思い出す。ほう、親しく接した結果、これ好感度の関係?好感度の関係かな?人気のない吉祥寺駅に着くといつもの道を通って自宅に向かう。やっとセーブできるわ。ちょっと待って。あれ見ようよ。なんか更新されたってよ。よろしく頼む。ここまでしかなかったよね。あ、こういうのがアンロック。4月4日生まれなんや。4月生まれって有利やんな。なんか、いろいろ有利やんね。その、学年で一番最初に生まれてるやん。一番最初にってその最初の月に生まれてるから、なんか早生まれの子ってさ、4月生まれの子と比べたら1年ぐらい成長に差があるから子供の時結構苦労するって聞くやん。その点木島くんは有利やね。いや、この子18歳で188センチもあるんや。何これ、能力?格闘家、レベル72。高校生レベル5。へえ、何これ、こんなんあんの。調子はどうだい親友。まずいな。え、天の目くんってさ、なんか CG では、CG っていうのあれ、うん、CG イラストではさ、かなり木島くんよりも背が低く見えたけど、4センチしか変わらへんねや。身長ね。で、好物、フルーツと熟女。フルーツと熟女って。あ、高校生レベルがすごく高いね。射撃補正プラス50。ちょっと RPG っぽく、あ。あな。で、葉月さんはもう全然付き合いがないから、ここまでしか。アンロックされてない。あ、バンさんも最後まで行ったな。バンさんでかない?いや、でも、木島くんたちなんて高校生で188とか4やから、
大学生になる頃にはバンさんを抜いてるかもしれんな。学力がそこそこあるんやね。今日の獲物、期待して身を信じるよ。でかみんなめっちゃ背でかない？174センチやって。この人ってでも結局、なんだろうね、魔術師。魔術師じゃない、手品師。手品師なんよね。期待してるよ。そうやね、世界的にも有名な手品師。プリンセス転校的な感じかな。アミちゃんはなんか平均的小学生って感じやね。そうやね。あら、いらっしゃい。どうかしら。あ、夏美、あ、でも夏美さんもこれ多分マックス会いたね。どうかしら。え、待って、夏美さん33歳なん？え？じゃあ、アミちゃん10歳やろ？ 23 歳で産んでんねや。結構早いね。いや、なんかさ、天野目くんが熟女好きやとは知ってたけどさ、18歳からしたら33歳って熟女か。さあね、私も22歳の時、28歳の人ってめっちゃおっさんやと思ってたもんね。大人になってみたら33歳で熟女って言うなんて申し訳ないなって思うから、熟女好きって聞いて夏美さんのこと好きって聞いたら、夏美さんってまあ40とかかなって思ってたけど33歳でした。どうかしら。あ、夏美さん身長165、私と一緒やん。チース、お疲れさんす。おい、こら！なき、丸橋。よろしゅう頼むで。大江さんね。大江さんも、大江さんでか。え、警察学校首席なんや。あ、技能。関西弁で威圧。長いこと西の方には帰ってない。だから変な言葉なんやな。よろしゅう頼むで。なんか長いこと東の方に行った人がたまに西の方に帰ってきて喋ると、なんかやっぱおかしいもんね、言葉が。なんやそれみたいな話し方になってる人結構いるから、多分そういう感じなんでしょうね。はい。人物相関図。人物紹介欄で遊びました。どうすんのかな、普通に家帰っていいのかな。この照明写真機って一体何やったんやろ。いかにもお化けグッズ的な感じであそこに据えられてるけど、結局もともとどっかの会社が設置してた普通の照明写真機なのかな。え？ディーマン？あれ、ディーマンまだ来る？ごきげんよう、ディーマンだ。ここに至り私の見聞録への君の執着には感謝を送りたい。君こそ我が同志だ、木島くん。ついては直接礼がしたい。手間をかけてすまないが、墓地の前まで来てくれたまえ。え、ディーマンに会えんの？ようやく面を拝めるのか。墓地か。いや、最後のさ、つくよみ鬼の時、どうやって D カード置いたのかすごい聞きたい。D マンが指定した場所はここだろう。奴はまだ来ていないようだ。待ってやる義理もなく、帰ってしまおうかと考えた瞬間。耳元から男の声がした。とっさに振り返り周囲を見渡すが、そこには誰もいなかった。耳を澄ませて気配を探るが、風の音しか聞こえない。気のせいだったのかもしれないと思い、墓地の方を向き直ると。え？え、ディーマンってゾンビなん？
いたずらでしょ。ねえ、土毛色の顔、焦点が定まらない目、血が跳ねたシャツ、そして人のものとは思えない気配。死んでるのかこいつ。様子を伺っていると、ゆっくりとこちらに近づいてきた。いや、驚かせてしまったかな。その感じだと少しは感激してくれたのかな。いや、失礼した。失礼ついでに一応、初めましてと、ほんまに？これ遊びじゃなくて、こういう。初めて会ったはずの D マンの声には友人に会ったかのような親しみがあった。今までの D メールの件で気に入られてしまったようだ。私の本名は新玉ヒロという。こんな姿で現れてすまないが、これでも生前は月刊オーパーツという雑誌のデスクをしていた。あ、やっぱ生前って言ってるから死んでんのか。デスクの男、つまり D マンだ。さて、今日は君に感謝を伝えるとともに、一つ確認させてほしいことがある。ああ、まあ、死んでたから最後の月読み鬼のところカード入れに行けたってこと？今まで陽気に話していたDマンの気配が変わる。それはいつも君が興味を示してくれている我が見聞録についてなのだが。待てよ、でもDマンってさ、なんか前作死因の主人公とおぼしき人物と、まあ、その人と相棒になったであろう、あ、名前忘れたけど、元刑事の探偵と、なんか組んでどうのこうのって言ってたけど、これと組んでるってこと？木島君みたいにメールと電話越しだけなのかな？すなわち、君が本当はどうなりたいか、それを聞きたいのだ。さあ、君は本当は何者になりたいのか、願わくば私を失望させないでくれたまえよ。え？お？わ、これな、うわー、多分な、これ正解やわ。でもこれもしかしてバッドエンドあるんちゃう？この前のパートでバッドエンドがなかったから、これバッドエンドやろ。そやろ、なんかあるかな。多分真ん中が正解の気がする。そうか、怪異となって共に歩もうというのか。では我が手でその望みを叶えようではないか。その言葉とともに体の至るところが目に見えない力でねじられ始めた。あ、これだけか。なんや、特に何か、まあ、人の不幸を願うのは最も良くないことではあるけど、木島くんの不幸が見られるかと思ったけど、違うな。この後の選択肢なんですけど、結局、高校を卒業して考えさせてくれって言われたら、くだらんこと言いやがって、そんなくだらんことのためなら別に今死んでもいいよねっていう、なんかめちゃくちゃなこと言われて、結局、体ねじられて殺されました。これやね。体ねじ切られましたね。未知だ。自分が知らない世界を探してみたい。初めて見つけた D カードにはこう書いてあった。未知なる世界の探求者である自分の同志になってほしいと。だったらこれが D マンの求める答えだろう。おお、素晴らしい。やはり君は私が見込んだ男だ。未知なる世界はこれからも君を歓迎することだろう。今後も D カードくれんの？木島くん、今日は君に会えて感激した。これまでありがとう。最後に君にとっておきの、最後？では、未知なる世界の深淵にたどり着くその日まで、双剣でありたまえ。そう言い残して消えていった。そして D マンが立っていた場所には、見慣れたカードが落ちていた。終わり？ D カード。
カードに書かれた文章に目を向けた。先ほどは驚かせてしまってすまない。直に会った喜びでつい無茶を言った。反省しているよ。私の素性は伝えた通りだ。オカルト情報誌月刊オーパーツで以前デスクをしていた新玉ヒロというものだ。私にはたびたび話に出てくる軽視や心霊や超常現象につながりの深い知識が多い。それも関係して生前は少々羽目を外しすぎた。おかげでこのざまというわけだ。やむなき事情とはいえ、私がこの世を離れてしまったことで、編集部の諸君はもとより、雑誌の読者に心配や迷惑をかけてしまったことを、いつも申し訳なく思っている。さてそれはさておき、ついに君を我々の同志、未知なる世界の探求者として迎えられて、甚だ嬉しく思う。ついては君に我々が目下追跡中の案件、百鬼夜行について共有したく思う。まず一般的に百鬼夜行とは何か、君は知っているだろうか。この国に古来よりある夜話、その中に登場する魑魅魍魎や悪鬼たちの行進。それを百鬼夜行と呼ぶのだが、あくまで虚構の世界の話だ。だが我々が追う百鬼夜行はそうではない。その昔、ここ武蔵野の地を君が退治したような怪異たちが退去して行進した。例えばそんな話を君は信じるだろうか。あ、ここ武蔵野なの。もはや君には私の忌憚を含め、世の頂上のすべてを肯定する権利と義務があると私は思っている。何せ君には怪異の存在を証明する必要がないのだから。話を百鬼夜行へ戻すが、我々はこの歴史から葬られた事変の中心に常にある存在がいると考えている。それは死者たちを危険な怪異へと変貌させる力を持つもの。そうだ、君には心当たりがあるはずだ。つまり、かぐや。正確には、かぐや人形がそれだ。また、H 市で起きた印事件にも、同様の力を持つ人形が関わっていた。これらを我々は、人形怪異と呼び、百鬼夜行を引き起こす核だと考えている。仮に何体かの人形怪異が集まり、多くの死者を怪異と化すとき、死の行進が起こるのではあるまいかと。しかし我々はまだ人形たちのことをほとんど何も知らない。江戸期には多数あったと言われる。人形にゆかりのある家々はほぼ滅しており、伝えが記された品も先の大戦で失われた。今わずかな糸口があるとすれば、それは現れた人形怪異に直接問うことなのかもしれない。ならば君も心してくれたまえ。間もなく終着を迎えるであろう、格屋遊びの端末。天末、それを君が刮目することで新たな見聞が得られることも考えられる。とはいえ、私のようなミイラ取りになってもらっても困る。万が一の時はくれぐれも身の安全を優先してくれたまえ。さて、話はまだ尽きないが、私もこんな身だ。残念だが少々遠方へ赴く必要がある。今まで私に付き合ってくれた君には本当に感謝している。私の知己にも君のことは紹介しておこう。では、木島くん、さらばだ、また会う日まで、ディーマン。ですって。まあね、この NG の、死因が先にあって、その次がこの NG で、クラウドファンディングかなんかをして、クラウドファンディングやったっけな？なんかそのお金をね、いろんな人から、こう、有志の人から集めるっていう方法をとって、これの続編を作るっていう話が出てたんですって。で、そのお金が集まったから、今制作中っていう話は聞いてるんですよね。で、なので、まあ、この人別に今ので消えたわけじゃなくって、この人のそのお知り合い、おそらく死の時に出てた人たち、あの辺にも君のことは紹介しておこうって書いてるから、これってやっぱり不安からしたら、次の続編で彼らに会えるんじゃないのかっていう、なんかざわざわがあるよね。ね。あとここに何気なく、まあ、今回の回についての解説やんね。まあ、だから、つくよみ鬼を呼び出してどうのこうのっていうので、あれは結局つくよみ鬼ではなくって、デパート火災で亡くなった人たちの怨念の塊だったんじゃないのかっていう話が出てたと思うんですけど、まあ、だから、そういう、もともとあった怨念とか、もともとあったそういった念を、
格屋人形のようなものが怪異として復活させるじゃないけど、まあ変貌させてっていう感じなんやなっていうね。だからあれは月読み鬼ではなくって、おそらく格屋が変貌させてしまった怨念的な何か、そういうことかな。未知なる世界の深淵、一体何のことだか。D マンが残した言葉の意味を考えながら家に向かって歩き出した。家に帰ると、まず浴室に飛び込んで熱いシャワーを浴びた。てか、格屋人形がまだ解決してないもんね。月読み鬼を切った時に浴びた返り血の生ぬるい感覚が肌に残っている。それをさっさと洗い流したかった。帰ってきてもその服着んの？スウェット着ないの？殺人刀の遊びを告げた日以来、格屋は姿を消したままだ。網を取り戻したというのに姿を見せないままなのは気味が悪い。だが格屋の呪いは現れた。どういうことだ？俺が格屋を見ていなくても、格屋には見られているのかもしれない。この鏡の向こう側、映し、ユーセから。いや、私、アミちゃんが格屋なんちゃうかなってちょっと思ってんねんけど。あれはどこにやったんだっけな。天の目くんの銃。しまっておいたそれはすぐに見つかった。あ、こっちね。ブラッドメトリーで見たビジョンの中で石丸マサルが手にしていた人形。これに間違いないだろう。あのビジョンで弥勒ヤクモは言っていた。単なるガラクタだ。弥勒の血を継ぐ者は私が最後だからな。確かにガラクタにしか見えない。だが格屋のような外見、どうも気になる。考えるのはまた今度だ。明日は早く起きて。ああ、もうアミちゃん迎えに行けんのね。